こんにちは。神奈川県人権啓発センターです。今日はね、ゴールデンウィークということで、しばらく、あのブラックンボはお休みモードとしまして、今日はですね、ブラック差別を解消する方法と題してですね、お話ししたいと思います。今回はですね、一つこのブラック解放理論を提示したいと思うんですよ。それはですね、ブラック 差別が解消しても儲かる仕組みを作る。いや、むしろブラック差別が解消されるほど儲かる仕組みを作ろうということなんですね。で、まあ、ブラック差別を解消しても儲かる仕組みっていうのはですね、まあ、それはもうブラック解放同盟がですね、自ら、あの、全国のブラックを探訪してですね、まあ、映像化して、書籍化して、 まあ収益を得ると。で、まあ、例えば具体的にはですよ。あの山口県人権啓発センターの、あの、川口康志くんなんてね、あの人絶対あの YouTuber 向いてると思うんですよ。あの人が、まあ、例えばその各部落のですね、解放同盟が組織された部落の支部長を案内人としてですね、あの部落を担保すると、YouTuber 川口くんが。もうこれね、チャンネル登録数ね。 多分もう最初の1年でね、軽く1万超えますね。でもいずれあの、チャンネル登録10万いきますよ。まあそうすればですね、多分ね、広告料だけで、あの、月に何百万。で、さらにね、本も販売するわけですね、えー。そして差別が解消されればされるほど儲かる仕組み。これはですね、まあ解放同盟がですね、 あの童話地区の土地を買ってですねそれで、まあ、転売してもけるということ、まあ、つまり不動産屋をやるとということをやったらいいのではないかと思うんですねで、まあ、こういった考えが出てくる理由としてですねそのまあブラック差別というものにはまあいくつか原因があるんですけどもその一つとして 結局ね、まあいろんな人が気がついてると思うんですけども、実はその差別がね、あるほど儲かる仕組みがあるんじゃないかと。そのブラック差別を利用して儲けてる連中がいると。でもそういう人は、ブラック差別をなくそうって思わないですよね、本心からは。まあ口では言うかもしれないですけども、実際の行動が伴わないと。いや、ブラック差別で儲けてるやつなんかね、 ねそんなんいないとフェイクだと。いうふうに言う人がいるかもしれないけど、そんなとんでもないことで、そのブラック差別を利用して儲けている人々がいるっていうことは、これは解放同盟自身も認めてますよ。で、法務省も認めてますよ。国も認めてるんです。なんでかっていうと、エセ同話っていう言葉がありますよね。で、未だにエセ同話に共通せろって言って啓発してるんですよ。で、そういった運動に解放同盟も協力してるでしょ。 でエセドワって何ですかそれはブラック差別を利用して儲けてる人たちのことでしょだからブラック差別を利用して儲けられるっていうことを国も解放同盟も認めてるんですよだからそういう仕組みをなくさないといけないそれがブラック差別が解消されても儲かる解消されればされるほど儲かるようにしようということなんですね それでまあそのブラックの土地を買えっていうのはですねいやまあ僕自身も買おうかと思うんだけどもまあどこでもいいっちゃうわけじゃないですよやっぱあの,あのど田舎の土地はブラックとか関係なく売れないですからやっぱりねあの市街化区域の土地をですね買ってですねそれであの転がすとあのまあ北口末広さんとかね奥田仁さんなんかねブラックの土地は差別さえで安いっていうふうにまあ言ってますよね。 まあ、奥田一しなんか、なん50年、童話地区の真ん中に住んでりゃ子供もブラク民になるとかバカなこと言ってるので、そんなのは相手にしなくていいんだけども、ただね、その、ブラクの土地が安い、まあ、ブラクっていうかね、まあ、童話地区の土地が安いっていうのはね、あのー、まあ、二つ理由があるんですね。まあ、その、まあ、路地って言われるように、ね、道が狭いところ、 そういうところはやっぱ車が入れないいいいのので安とうううはあるんです、まあ、そういうところはその区画整理でよくなるんですけど、まあ、心理的な問題としては学校の問題同和地区が校区にある学校っていうのは荒れてるとかですねおかしな教育をやってるっていうイメージがどうしてもあるしまあイメージどころか実際そういうところもあったんですよね。あったというのはう最近結構それが解消されてて。 やっぱ実際私もブラク探訪してると地元のね子供に話しかけても普通にあの敬語で丁寧に話しかけてきたりとかですねあとやっぱ地元のじいさんとかも最近のも子供がおとなしくなったって言ってるんですよねでそのまあ童話地区というもののねそういう家族で住む場所としてのこうイメージアップをするとでまあただイメージを上げるっていうだけで、まあ、実態としてそういう学校でねおかしなことを教えないと で、そういう荒れてる学校があればね、あの、ちゃんと、まあ、教育に力を入れて、あの、正常化していくと、まあ、ほとんど今、正常化されてますけど、まあ、そうやって、地域のイメージが良くなれば、土地の値段も上がるわけですよね。それは、あの、解放同盟の方々も、まあ、否定しないと思いますよ。だから、解放同盟がね、そういう、まあ、土地転がしやったらですね、 まあ必然的に自分たちもそうう地域のイメージを上げようというまあそういうふうに心理が働くんじゃないかと。で、実際それで儲かると。ということですね。ただ、なかなかそうはいかないっていうのはあのこのブラック解放2019年3月号にね、これね、ブラックのあの、 古地図についていろいろ特集している号なんですけども、まあこの最初の方のあたりにね、結局何が言いたいのかよくわかんない。まあつまりその古地図っていうのにその得ただの否認だの書いてあるやつがあって、そういうのをなんかむやみやったらこう公開するのはどうなんだみたいなことがいろいろ書いてあって、まあ最初の方は何が言いたいのかよくわかんないんだけど、ただ一人ね、この浅井さんね、ブラック解放同盟大阪府連合会何和支部、大阪の方ですね、この方がですね、 すごくね分かりやすいことを言ってるんですね。えー、今鳥取グループ自転車などが部落の地名どころが現行の地図も公開しうんんでそれに対して絵ず古地図は出せないというこんなバカげた話でいいのかということを書いてあるんですよね。でまああとまあ 渡しにくい地域もあると思うんですけどもトットイルーブ自転車に対するカウンターパンチはどうするのかというようなことをおっしゃってるとこれねもう言いたいことはもう分かりますよねつまりねそのまあ解放同盟っていうのはまあこういうね裁判でその部落の地名を出すのはなんかあの差別されない権利の侵害だとかまあそういうことを言ってるんですけどまあそう言ってしまうとじゃあ自分たちもね そういう部落の地図とか研究と称して出してきたことについてどう整合性を取るんだってことになるでしょだからそういうことを議論してるわけですよ。で、浅井さんはじゃあそうやってね、解放同盟の研究者の中で出す出さないって言ってこうやって議論してるけども、その、まあ、私はそんなん全然そんなルールに縛られずにバン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 出してると。つまりまあ一方はやりたい放題やってるのに、もう我々の方は こう、やりたいことができないと。自ら自分のに足かせをはめてると。こんなことでいいのかと。まあそういうことですよね。バカバカしいじゃないかと。その、自分が、自分たちがね、こう、差別者って言って、もうまさにあの、裁判闘争している相手が好き放題やってるのに、自分たちはもう好き、自由にできないと。こんなバカなことがありますかと。で、出していくっていうのがカウンターパンチだと。まあそうなんですよ。 だからまあ、この、まあ、今のなんか官僚化した解放同盟っていうのはなかなかできないと思うんですけども、まあ、このひ、まあ、一言で言,う言うならあの、解放同盟版、ブラック探訪動画、ユーチューバー川口くん、これを解放同盟がやれるかどうかっていうのはね、一つのポイントだと思うんですよね。 だからまあ私のことを差別だ差別だと言って言う前に自分たちがねこの情報を発信していくとそういうことをやっていって YouTube で月収何百万円で,で本なんかも売れば多分ねあのもう年にねあの何千万円って利益出てくると思うんですよ。 あの、ブラック解放人権研究所の、ね、年間予算でだいたい1億円ぐらいですから、まあその中の利益がどのくらいっていうのはわかんないですけども、とにかくね、その規模のね、収益は得られると思うんですね。だから、解放同盟っていうのはね、まあ、これはね、 解放同盟だけじゃなく、あの、ブラック差別解消というものをですね、この法律まで作ってるこ国もですね、まあ、国民の皆さんも考えないといけないことなんですけども、このブラック差別が解消されても、儲かる仕組みを作るということ、えーまあ、解消されればされるほど、儲かる仕組みを作るということは、これから考え,て考えていかないといけないことなのではないでしょうか。それでは、ご視聴ありがとうございました。 また部落「ブラク田んぼ」でお会いいたしましょう。